カット、本当に殺してない？あの日、何があったんだ？ちょっとやりようはない。岩田さんも悔やんでましたよ。話したいことがあるんだけど。面白い動画見せてあげますよ。マジで、マジごめんなさい、本当に。本当すいません。捜査はもう打ち切りになってさ。本当やったよ。最後にこう先輩としてのアドバイス1個だけ言わせてほしいんやけど、今日最終日だからさ、今日話しとくと自白になる。昨日あの記者にさ会うって言ってたじゃん、うん、で今その進展なんだけど、うん、カット、本当に殺してない？俺はやってないね。本当にやってない？やってないね。あいつ急に俺ら行ったら驚くだろう、姿。いや、びっくりするでしょ。正直言い逃れのしようがないな。ないね。例のあの防犯カメラの映像もあるし、うん、借金取りだったことももう確認取れてるし。昨日被害者の母から話を受け、メンバーたちがたどり着いた結論はこうだった。まず浦田に多額の借金があった松田海斗、その返済は滞り始めており、事件当日の夜も返済のため浦田と松田さんは落ち合う約束をしていた。その証拠に海浜幕張付近の防犯カメラには浦田が運転するハイエースが映り込んでいた。さらに昨日の話で松田さんに多額の保険金をかけていたことも発覚。そこから推測すると、直前まで公園で一緒にいたとされる加藤と小笠原と別れた後、松田さんと接触し事故に見せかけて殺害したという結論に至った。まあいよいよですね。でももうここで終わりだな。完全に終わるのはここで。4年前のあの日の全てを明らかにするため、松田さんの母親を通じてアポイントを取った借金取り浦田雄一の元へ向かった。ちょっとお話よろしいですか？松田海斗さんの事件の件でちょっとお伺いしたいことあってきたんですけど、今あの僕らの友人があの留置所にいまして、加藤って言うんですけど、ご存知ですよね？はい、ニュースで見ました。面会来てますよね。一回記者と偽って。私新聞記者をしております、浦田と申します。はい、それも加藤から確認取れてるんですけど、でいただいた名刺の連絡先にお電話したんですけど、あなたがいないっていうことが回答が来たんで、ちょっと怪しいなと思って、ちょっと探偵使ってちょっといろいろ調べさせていただいたんですけど、で犯行当日の夜の防犯カメラの映像で現場付近であなたの車が通ってたことがもう確認取れてるんですよ。で昨日あの海斗君のお母さんと話したんですけど、海斗君が返せなかった分の借金を生命保険を使って返させたっていうのを聞いてて。それでお二方は僕が犯人であると疑ってるんですか？はい、そうです。その日はですね、私が別の防犯カメラに映ってて、その時間は別のところにいるのが確認されてるんで、よかったらお見せします。浦田から見せられたのは海浜幕張公園付近の防犯カメラの映像だった。事件当日の1時18分に浦田が運転するハイエースが駐車場へ入り、1時48分に駐車場から出る姿が目撃されている。被害者の死亡推定時刻は1時43分のため、死亡する直前に浦田が被害者と接触していた可能性を示唆するだけの映像にしか二人は見えなかった。かぶってないですかそれ？松田さんの死亡推定時刻は1時43分なんですよ。で48分出てるって言ってることですよね。タイミング的に一緒じゃないですか？しかし浦田は自信満々に続けた。面白い動画見せてあげますよ。浦田から見せられた次の動画に二人は目を疑った。
これでもまだ私を疑いますか？でここで今言うと多分加藤が今後捜査で警察側に有利な証拠を喋っちゃうことになっちゃうから言わないんだけど、その状況から判断するとお前がやったとしか考えられない。ちょっとやりようはないかもしれないですね。そうです。多少なりともなんかまあきっかけになる手がかりとかがあればいいんですけど、うん、借金取りの人にちゃんとしたアリバイがあって、まあちょっと俺らもできることはもうこれ以上ないなっていうので捜査はもう打ち切りになってさ、何も覚えてない。まあ正直何も覚えてない。覚えてない以上はなんかやってないとも言い切れない感じもしたんだよね。一体どんな証拠が上がったのか、カメラがある面会室では見ることができなかったが、その証拠が10年以上の付き合いのメンバーが自分に疑いの目を向けるだけのものだということは分かった。そしてメンバーはこちらを振り返ることはなく面会室を立ち去った。留置所へ戻った加藤は面会室での出来事を林に伝えようとした。しかし林、はい、釈放だ。はい、ごめんなさい、僕釈放になりました。おめでとう。ありがとうございます。いやこれでやっと外出れます。よかったね。まあ結構お金かかっちゃったんですけど。林は次男により釈放が決まった。でもごめんなさい、でも本当にあんなに僕らやってないって言ってたのに、マジでマジごめんなさい、本当に本当すいません。林はしきりに謝っていた。こういう状況やけどさ、出ましょう、マジみんなで出ましょう、うん、ちゃんと出よう、はい、みんなで出ましょう、出ましょう、出て一緒に飯とかで、ね、行きましょう、マジで行きましょう、この思い出語りましょう、出たら語りましょう、絶対これ、ね、共に冤罪と戦おうと誓っていたのか、示談を選択したことへの負い目だろう。一緒に外でマジで食べ行きましょう、どっかご飯マジ行きましょう、食べに、そう本当にごめんなさい、本当にありがとうございました、マジお世話になりました。自分を信じてくれる人がいなくなっているということは言えないまま釈放される林の姿を見送ることしかできなかった。結局加藤はメンバーから疑われたことも言えず、またしても一人仲間が消えた。さらに一個加藤君にちょっと謝っときたいことあんねんけどさ、はい、あのな、俺もさちょっと刑事さんに対して自分の罪にちょっと自供をして拘置所に行くことになりました。本当ですか？本当。村田翔平って言います。よろしくお願いします。留置所に入った当初から同じ冤罪を訴えていた村田が罪を自白した。もちろん加藤はずっと村田の潔白を信じていた。あれだけやってないって言ってたじゃないですか。俺はまあ正直村田さんに出てってほしくないです。加藤君に弁護士ちょっとつけてあげてください。ここの辛い生活、うん、ほんまに頑張って乗り切ろう、うん、ずっと兄のように慕っていた村田に自分の思いをぶつける加藤に対し、村田は自供に至った経緯を語り始めた。この前林君とさ加藤君2人にちょっと有料弁当をごちそうした時あったやんか、うん、あの時実は自分の母親がな田舎から来てくれたんよ。早く出てきてほしいって気持ち親やからあるよ。それでも後ろめたいまま出てきてほしくないってよ、そういうふうにお母さんが泣きながら言ってたんやんか。いやもちろん自分の記憶がその曖昧な部分もあるで、 100% やってないかって言われたらやってしまったんちゃうかなっていう記憶も正直あるはあるね。村田が語った経緯は決して加藤にとって他人事ではなかった。
はじめはやった記憶のない自分の罪、しかし裏を返せばやっていない記憶もないことが村田を苦しめていた。それは白でも黒でもないグレーな自分、母親の潔白の身で帰ってきてほしいという願いに、村田は罪を償うことでグレーをまっさらに戻そうとしたのだ。許してもらおうなんて思わんから、俺はこのことに対しては。外に出たら本当に、いや、なんかこう村田さんのことを別に責めてるわけじゃなく、なんかもっと一緒にいたかったなっていう。焦ったな、一回焦った。で、こいつ吸い始めたらさ、こいつコツコツと押し込んでこいつここにいるんだろうな、タバコがないから何言えてんの。やばい。もう裸で全裸で怒られてんの、二人。じゃあ林シンフラ、ここのスペース空いてるから、まあ、ここでもいい。そしたら加藤君も林君もありがとう、おやすみや。おやすみ。おやすみなさい。この日いろいろなことが起きた。光が見え出した捜査が一転し、留置所での心の支えだった村田、林もこの場所を去っていった。この時の加藤が何を感じていたのか確かめる術はもうなかった。じゃあ今日も始めますか。ちょっと顔色悪いんじゃないですか。すいません。どうしたんですか。武藤刑事からの質問に対し加藤は黙秘を続けた。実は昨日の去り際、最後にこう先輩としてのアドバイス一個だけ言わせてほしいんやけど、やってないんちゃうかなって思うことに対しては、絶対黙秘を貫いて、黙秘を絶対貫いてもらいたい。ちょっと思い出せないからしんどくなっちゃってるんですかね。ミニストップを22時45分退店。このミニストップでお酒を買った後どうされたかって話じゃないですか。ここで加藤さんの目撃情報があるんですよ。松田さんと小笠原さんらしき3人を目撃してるんですね。かなり騒いでたから覚えてるって言ってるんですけどね。この目撃情報があるから警察は加藤さんにお話聞いてるんですよ。どんな質問にも無言を貫くかと、そこで武藤刑事は別の質問を投げかけた。ちょっと話変えますか。第二グループのメンバー今どうしてるか知ってます？今活動休止中なんですって。このまま長くしちゃったらね、グループもいつね活動再開できるか分かりませんし、岩田さんも悔やんでましたよ。松田さんと小笠原さん連れてこなきゃよかったっつって。お金の面も大変になりますし、グループも活動できなくなります。武藤刑事は加藤が黙秘を続けることでグループにどれだけの迷惑をかけるのかということを問い続けた。まあちょっと考えておいてくださいね。結局加藤は黙秘を貫いた。身に覚えのない罪から自分を守る術はこれしかなかった。この前は悪かったね。ちょっと感情的になってしまった。ごめんなさい。私たちちょっと普通じゃないのよ。いい加減にしろ！こいつがやったに決まってんだろ！カイトが死んでからこの4年は本当に長かった。ベッドでさ、眠ろうとするたんびにカイトのことを考えるとさ、寝ようとしたって寝られないんだよ。前回とは違った諭すような遺族の言葉。
一方的に言葉を浴びせられた前回では気づかなかった遺族の悲しげな表情を加藤は直視することとなった。きっと君だって殺そうと思って殺したんじゃないだろう。何か酒で飲んでるうちに何か喧嘩になってしまったとか何かあったんだろう。俺もこの間から君を見てると君がそんなに冷酷に人を殺すような人間には見えないんだよ。だから誤って殺してしまったんならそれを認めても誰も君をひどい人間だとは思わないぞ。もしもっと何か深い事情があってやってしまったんだったらそれももっと話してくれないか。あの日何があったんだ。息子にあの日何があったのか、真実を知りたい遺族の言葉、その気持ちは加藤も一緒だった。話したいことがあるんだけどちょっといい？加藤は驚いた様子だった。影山さんよろしくお願いします。これまで一度も話さずに留置所生活を送り、さまざまな憶測を呼んでいた男の発言、影山は10日間塞いでいた重い口を開いた。豊島一家殺人事件って知ってる？知らないです。俺が容疑をかけられてる事件なんだけど、あれ俺がやったんじゃなくて、あなた影山の口から語られたのは、自らが彼女を守るための身代わり出頭でここにいるということ。彼女はそのせいかかなり気が動転していて、事件当日から今に至るまで記憶がないんだ。影山が黙秘を続けているのはそんな彼女を守るためだった。俺はもう少ししたらここから出るんだけど、釈放になったってことは彼女が逮捕されたんだと思う。そんな真相を加藤はただ黙って聞いていた。そしてさらに影山は続けた。事件の真実ってさ、俺の彼女と同じように記憶がなくなっちゃうことだってあると思うんだ。じゃあまた。じゃあ行きますか。とりあえずもう飲み直しましょう。だから答えが見つかるってわけでもないし、やってるかやってないかが問題じゃなくて、やってない自信があるかどうかが重要なんだと思う。加藤は本当にやってない自信あるの？まだ飲もうぜ。記憶の中に答えがあるとは限らない。大事なのはやってない自信があるということ。この言葉が今の加藤には痛いほど突き刺さった。そして加藤は一人になった。
明日裁判だな。もう今日最終日だからさ、取り調べがさ。明日裁判所へ移送される加藤にとって、この日は最後の取り調べとなった。最後さ、この3人でさ、まあいいか。武藤刑事は質問をやめた。そして話したくなければ話さなくていい。でもな、今日話しとくと自白になるよ。今黙ってるでしょ。明日はもうどっちか言わなきゃいけない。全然罪の重さ変わってくるのね。自白をすれば罪が軽くなると加藤に最後のアドバイスをした。松田さんを殺したかなんて言わなくていい。酒飲んで酔っ払っちゃって殴っちゃったことないかな。それだけでもいいんだよね。殺すつもりで殴ったのと、殺すつもりなくて殴ったとは全然違うから。それでも黙秘を続ける加藤であったが、武藤刑事は語りかけ続けた。ただ今黙ってるのが一番状況として悪いと思う。黙ってるってことは、もしかしたらやましいのかなって印象を与えちゃう。加藤さんの印象だけじゃないよ、グループみんなの印象も悪くなるわけ。うん、まあちょっと前回はごめんね。俺らもなんか加藤のみんなってあんま考えられてなかったなとか思って。最後の面会にメンバーが訪れていた。明日裁判が決まったって聞いたから、まあ俺らは別に明日お前が何やってもまあずっと加藤の味方だし、お前がなんかね人殺してましたってなったとしても、これではいさよならってことはないしな。別に15、6年、まあ一緒に遊んでたことは変わんないからね。一個なんかありましたで、それが崩れるわけじゃないから、まあ償うなら償うでちゃんと創設してね。また一から頑張ればいいんじゃないですかね。じゃあまた明日な。決めろか、ここなんだ。ここにいるから。わかったね。新井だ。加藤さん。はい。本当にやってないですよね。はい、やってないです。遅いです。それじゃ警察に負けちゃいますよ。ずっと待ってるからね。うん。まあ解決するだけでしょ、あとは。うん、そうだね。やってないんだから。パブにも行ってる、コンビニにも行ってる、家から服が出てきました、どういうことだっつってんだ俺は。カイトのことを考えるとさ、寝ようとしたって寝られないんだよ。カト、消灯だ。今日までの出来事を踏まえ、明日一体加藤は何を語るのか、誰にもわからないまま加藤は眠りについた。くしょ、本来加藤君買ってくれたやつよりコミは大盛りじゃないですか。あ、もう泣いてます。外でマジで食べに行きましょう。今日話すのそれは全然罪に関わってくる。
加藤は本当にやってない自信あるの？それではこれより開廷します。被告人は前に出てください。小川沢原さんだけ罪名は殺人未遂、刑法第230条第1項に該当。被告人が逮捕されてから時間が経っています。